さあ、ウィッチミラーになります。エンジュ対水煮です。それではデッキを確認しましょう。さあ、いかがでしょうか。はい、今回はマナリアの位置が3枚入っているということで、まあ、序盤の動きを確保している形になっているんですが、まあ、ウィズダムコア、また炎の悪劇が減っているので、このウィッチミラーになった時に、まあ、相手のクオンが返しづらくなったりだとか、まあ、ブーストがかけづらくなったりするってところちょっと気になりますが、そこに注目したいですね。さあ、そして対戦相手水煮のデッキこちらです。はい、また逆に水煮はウィズダムコア3枚で悪劇が3枚になっているので、まあ、ミラーのテンポロスはウィズダムコアないので、そこを大きく張っていって一気に展開したいかなって思いますね。いや、アグノムもね、実質5ターン目にクオンをする方法は鬼呼びクラシカル強振者だみたいなお話されてましたけどね。そうです、実質クオンですね、はい、実質クオンで、そこから6クオンみたいな。そうですね、クオンクオンクオンって、はい、っていうのをイメージして伝えていましたが、水にそれを発揮できるか。いや、ただね、ウィッチミラーもなかなか難しいですよね、美原さん。そうなんですよね、このゲーム的にクオンを連打することよりも相手の体力を詰めた方が勝ちにつながりやすかったりもするので、回復しないですからね。はい、なので実はクオンを連打していても守護だけどけられてしまって強振者なので走り切られるっていう展開もあるので、そういうところもちょっと注意したいですね。これネクロマンサーと同じだと思うんですけど、クオンって1ターンで20点出せないじゃないですか、はいはい、その全部フルでね、序盤の方に出せることはないと思うので、気づいたらね、自分の体力なくなって負けているみたいなのもやっぱりありますよね。ありますね。さあ、エンジュ対水煮の戦い、まもなく始まります。ウィッチミラー、このラウンドの勝利をまずは王手かけていきたい。さあ、ウィッチミラーです。手加減なしよ、本気でいくわ。さあ、エンジュのウィッチはこの DNG 英雄デトネーションのメンバーからも絶大な信頼を置かれているというか、そうですよね、エンジュさんに任せたいというお話ありましたからね、うん。もうエンジュ結構もうウィッチのイメージ強いですよね。そうですね、ギガントキマイラで23連勝してたりとかっていう過去もあったんで。ありましたね。さあ、水煮はここは、まあ、全てゲームでは使えそうな手札ですけども、なのでちょっとキープ悩んでますね、うん。ただ序盤からどう、まあ、知恵の光だったりニコストの動きっていうところがないっていうところが怖いですかね。マナリアの位置を2枚に再落としているので、また2ターン目の動きの保証というのも探したいかどうかってところですよね。さあ、水に考えます。また渡された手札が難しいですね。いや、難しいですね。序盤なるべくテンポは大事にしたいってところですかね、はい。さあ、炎の悪劇少し重くなりました。強振者3枚つながるかというところまだ怖いところ。さあ、水にのターンでうまくつながりました。これはいい流れじゃないですか。はい、お互い結構、まあ、いい流れというか、エンジュクオンはないものの真実の強振者3枚あるということは、まあ、相手のライフを早く詰めれる可能性があるということで、まあ、今回今ドローしたマナリアの H で動きの保証もできましたね。 H がすごくいいですよね。その 2,3,4,5,6 みたいな動きを作ってくれるような、はい、1枚で3回スペルブーストするカードなので、はい、そこがいいですよね。自己防止にもなっていると。はい、さあ、マジックミサイルです。この1点も無駄にならないのいいですよね。はい、この1点むしろ相手のライフを詰める1点に使いたかったので全然。おーっと、これはいいつながりですね、うん。さあ、ここは式神の刺激、片白が出てきます。エンジのターン、クラシカルソーサラー、ウィズダムコア、グラク、やはり相手のスペルブーストの進み具合も見ていかなければいけないわけですから、はい、見えないちょっと読み絵が発生するわけですよね。そうですね、一応スペル何回プレイしたかっていうのも確認しながらやるっていうのは大事になってきますね。で、ここを水には、強化を置いてしまうか、また他のカードをプレイするかでちょっと悩んでますね。一応強化を置いておけばクラークまた H でなければ取られないというところで、また3点取れる可能性がある。だが進化ターンが早い高校において残しておいたので、うん、まあ、なるべく進化ターンには使いたいというところで、クラーク、刺激、研究どちらかプレイするかも悩んでますかね。テンポ的には強化ですが、取られてしまった時に進化するフォロワーはいなくなると なるのでなるべく使いたくないなってところですかね。さあ、今環境は結構海老原さんウィッチのイメージがあるんですけど、はい、そうですね、結構使ってますね、はい。この高校からもね、一気にクオンを進めてっていうことがしやすい、そのウィズダムコアもやりやすいですから、はい、
結構高校好むプレイヤーも多いですよね。そうですね、あのウィズダムコア自体を高校で置きづらいマッチアップじゃないっていうのがやっぱ大きくて、あウィッチミラーだとい、はい、ウィッチミラーだと高校でも別に置きやすいっていうのがかなりいいポイントなんですよね。さあ小さな優等生強化、取れるカード少ないですからね。そうなんですよね、クラークか H のマダン、はい、マナリアのマダンになってくるのでここは思い切りましたね。残れば5点取れるという、そうですね、その思い切りもあります。でさあカオスウィザード繋がっていきますね。いやいいですね、ドロー繋がっていてここは難しいですかね。多分おそらく戻すとしたらクラシカルソーサラーかカオスウィザードかで悩んでいて、リソースの問題もあるのでここはさあ水にちょっと任されました。これは取られてしまったという。そしてカオスウィザードは進化を切るにも値するフォロワーだと思うのでこれいいですよね。はい、これであればスペルブーストを一気に進めることができますね。さあ強心者、まあ、これは3連打というのもありえますから。ありえますね、まあ、いつかのこれ体力5点というのがやっぱり大きくて、はい、アニエスですよ。アニエスですよねアニエスですよ。アニエスもう懐かしいなって思っちゃいますよね帰ってきてほしいね、もはやねもう 4号で1回帰ってきてほしいですよね、はい、さあ水煮のターンですが、これは逆に攻め込まなければ攻められてしまうというのはありますか。そうですね、で先ほどは、PP のそのコストカーブを意識した動きだったのでここは多分 2-2 で動く作戦を考えていて、マナリアの研究、式神の刺激を打つことで先に打っておけばスペルブーストかかるカードが多くなるっていうのもちょっと検討してますかね。で盤面の片白を進化することで相手の体力削りながら、まあ、スペルブースト、まあ、倒さないとまた3点削れるのでスペルブーストもかけやすくするっていう動きをちょっと実現するかもしれませんね。ちょっとクオンも遠いですよね、このままだとウィズダムコアが絡んでいない試合なので なかなか進みもっていうところですよね。知恵の光がやっぱり偉大ですよね。そうですね、さあここは偉大なる研究、ちょっと順番がですかね。そうですね、はい、まあちょっと急いでいたのもありますかね、はい、縁が出てきたので時間が足りないようにというところで、はい、なくならないようにということで早めにプレイしました。土への光、これはベスト、欲しかった一枚ですね。ベストオブベストかもしれませんね。さあうまくいけばゼロコストでウィザードが使えるかもしれないないということですかね。ウィザードつながります、ただ十分。そうですね、まあこのもうリソースがかなりつながる試合になりそうですね。さあマナリアの防塵、さあどこまで行きますか。3コスト使って3コストになれる、はいはい、でなので行きますか。さあここは PP の回復重ねてスペルブーストも行きますね、はい、これで進化してオールインドローして、はい、2ブーストするじゃないですか、はい、で知恵知恵で2ブーストしてもう1枚知恵くっついたら何か1コストがくっつけばということですよね、はい、さあ知恵の光マナリアの、うん、これは A 知であればそちらに着手するのも手であると。今ある知恵を戻して次偶数のターンなので、はい、まあ、知恵を H で戻して22の動きを使いやすくするっていうのがいいかもしれないですね。まだ急ぐターンではないということですね。一気に展開したいので、はい、ここは H で次の攻め手を確保してで次のターンクラシカル絡めながら、うん、そうですね、強心者強心者強心者です、ね、なので知恵戻しということですね、はい、さあここはゆっくりとした立ち上がりになります。すでに強心者3枚は1コスト、ただこれは偉大なる研究で増やした強心者ではないのでデッキからいなくなるということもありますよね。はい、なので後続といった意味では結構厳しくなってくるんですが、はい、今水煮がトップドローした、炎の悪劇2枚目っていうのもこの強心者処理をしやすいと普段になるのでそのドローは良かったですかね。これ噛み合うかもしれませんね、はい、さあこのターンをどう過ごすかですね。クラークってなるべくこのマッチアップにおいてはライフを詰めれるカードなのでなるべく場面に当てたくないんですが、これ当てないと処理かなりしづらくなってしまいますので1枚悪劇吐くかどうかというところも分かれ目になりそうですね、はい、考えてますかね。まずドローしてこの後のリソースにつなげたいというところで、はい、マジックミサイルにちょっと手かかってますね。できればカオスウィザードやウィズダムコアというカード欲しいですよね、はい、ここでつながるカードがないと、まあ、7ターン目6ターン目にクオンの着地が遅くなるというところを嫌ってますかね。さあ手に持ったのはクラーク、未知の起動者クラークで真理の術式、カオスウィザードに打ちますか。
そうですね、カオスウィザードに打ってで片白でゴーレムに当たるって形ですかね。さあ強心者引いてきます。これ顔詰めに行きます。これ悪域も打ってということですね、はい。さあこれで片白が倒されれば6クオンに行けるってことで、はい、相手に触りやすいようにってことですよね。さあエンジここからまた難しいターンになりそうですが、盤面を強心者でまずエンジはクオンを持っていないのでこの段階でクオンを引いたところで多分クオンの着地っていうのはこのゲーム中かなり厳しくなってくるので強心者でライフを取るプランに切り替えなければならないんですが、フォロワー自体は、クラシカルソーサラーを立てることを考えると盤面におけるフォロワーはクラシカルソーサラーと片白の守護だけになってくるので強心者3枚走らせるってことは魔弾行ってからクラシカルソーサラーで強心者強心者強心者で強心者進化とかですかね。まあ、もしかすると倒さない方がいいって選択を考えてるかもしれないですね。はい、考えてますよね。3535 3535で残せば倒れないのでクオンできないかもしれないみたいな、はい、なのでここはそれでクラシカルソーサラーで盤面をロックする、はい、これもうまいですね。さあこれは倒されないように調整する。真実の強心者3連打進化で顔に叩き込め。いやこれはうまい、このプレイうますぎますよね。やっぱりこのデトネーションのメンバーが信頼を置いてるエンジですからね、はい、ただ一応倒すかも考えてますね。考えてますかね、はい、いきますか。いやそのプランも残しつつの動きでした ね、 動きですよね。さあただこれは明らかに厳しい流れ、残り体力は8点です。この水煮が先ほど1コストの炎の悪書きをプレイしているので、はい、かなりこの盤面処理しづらくなってしまったんですよね。でクオンをプレイすればクオンだけになってしまいますよね、はい、このターンは。なので、まあ、もちろん 全処理はできないと、はい、まあ、もちろんあの鬼呼びなどが絡めば、まあ、処理もしやすかったんですが、この1、3進化を切らなければ仕事がないが、クオンに進化を切りたいという気持ちもありますよね、はい、これは押されているのは確実に水煮の方。これはまあ進化を切ってもどこに切ってもまあ2面処理っていう形になるので、まあ少しでも相手の体力を詰めに行くのであれば、まあクオンに進化を片白に進化を切ってっていうところもありますが、もう水に体力が8点しかないので、まあ盤面になるべく伊達は残せないのでクオン進化ですかね。マジでしょうもねえやつだ。さあクオンに進化を切ってどう処理するのが適切か。まずは相打ちです。これ先ほどの進化が1体吸った形になりますね。はい、これです。あとは盤面の天候をどけるカードが欲しいですね、うん、どかされればそれで水には体力なくなってしまうということで、はい、まあ、悩んだ結果この動きになりました。鬼呼び、ただそうですね、進化権がないので、はい、ないのでまずはドローで探しに行きますかね、はい、カオスウィザード黒く2点まだ足りないか。さあということで2点足らないですね、はい。鬼呼びがもしねコスト下がっていればというのはあわよくばあったと思うんですけど、あったんですけどね。さあクラーク、クラークはまだコスト足りないんですが十分でしょう。回復ないですから、はい、回復ないですから守護をどっちで貼るかですかね。片白で貼るのか、防塵で貼るのかどう悩んでますね。ただ返しで負けないようにだけはしなきゃいけないですよね、はい、まずはクラシカル当たる前に守護になっておくということで作っておきます、はい、守護を作ってクラシカルソサラで当たって、はい、もう一度守護を貼る、はい。あ、これもクラッククラックで勝つということですね。クラッククラック、はい、守護守護で、あ、ただここはクラックでどちらに行くかというのはちょっと悩んでますね、はい、盤面開けたいという意味の方が強そうですかね、はい、クラック、それか防塵クラックにして守護2面にするかどうか悩んでるんですかね。あ、なるほど。さあマナリアの防塵を投げてクラク、いやこの選択素晴らしいですね、はい、でこれは顔に投げてクラク、クラクでクラク、クラクで削り切る、はい、2発でってことですね。さあそして水には開始のターンでこの12点を削れればいい強心者を持っている、守護を2枚剥がしてから走り出せばいいということで足りている。悪域ゼロコスト、マジックミサイルも2枚ある、マジックミサイル
マジックミサイル、守護を剥がして炎の悪撃。そして残ったその場には真実の狂信者。この展開力、クオンがしっかり体力を削り切りました。ここは水にの勝利。水にマリノス 2-1 に持っていきます。エビハさん、いかがですか。いやお互い、まあ、クオンがありかなしかのマッチアップだったんですけども、その中でもエンジョはその自分が取るべきプランというのを明確に分かった上で取っていたんですが、やはりねクオンのパワーにはかなわなかったですね。その横の展開力というところでね、はい、またそこで差がついたようです。